USB ハブ、USB ハブ、USB ハブとは、USB 機器を複数接続するためのハブである。一般に、パソコン本体にある、USB ポートは2から4個程度だが、今日では、キーボードマウスプリンターに始まり、外付け HDD や、USB メモリから、ウェブカメラ、卓上扇風機まで、USB 対応機器は大幅に増えた。 USB ハブはこれらの周辺機器を同時に接続するために用いられる。USB ハブとして一般的に知られているものは4ポートの単体製品、写真を参照であるが他の周辺機器に内蔵されているものもある。例えば液晶ディスプレイの側面に3個口ほどのポートが付いていたり、USB 接続のキーボードに USB ハブの機能が搭載されている等である。 筐体の形状は薄型の長方形や正方形が多いが、ポートの配置は製品とその用途により様々である。4個が横に長く並んだ製品や22に四角く,く、まとめられた製品の他に、隣接ポートのコネクタ同士の物理的干渉を避ける目的で両サイドに2個ずつや各辺に1個ずつ配置された製品がよく見られる。また、ハブ本体の側面ではなく、上面に、 ポートが並ぶ製品や、本体から伸びたケーブルの先にそれぞれポートを持つことで、自由な向きから接続できる製品もある。ポートが16個と多く備えられたものなどもあるが、4ポートのものに比べると高価である。理由は、技術解説を参照。大きさは手のひらに乗る程度がほとんどで、持ち運びに便利である。これは必要となる部品の少なさがその理由である。各社から、 形状やデザインにこだわった様々な製品やベックスイマークが貼り付けられた製品が出されている。USB ハブの仕様は USB 本体の規格の一部として規定されている。USB ハブは USB の規格上ホストコントローラとデバイスの間に入って動作する重要な役割を持つ。主な役割として以下のものがある。USB ハブは 自身が持つ下流のポートに対して電源の供給を ON オフできるものがある。この ON オフはホスト側から指令することができる。USB ハーブがこの機能を持つかどうかをホストに通知するプロトコルも仕様で定められている。現実にはこの機能を持つと報告するものの外部の電気回路が省かれているため ON になったままとい、使用違反のハーブが数多く見られる。 使用上は、USB ハブが持てる下流のポート数は255個で、ある。しかし、現実の USB ハブの実装ではそれ以下である。バスパワード動作時は、上流から最大5 0 0 m a 取り出せるが、下流ポート1個につき少なくとも1 0 0 m a 供給する能力が必要とされるためこれを4個付けると、計4 0 0 m a となり、 ハブ自身が使う電力を合わせると4個が最大となる。したがって5個以上の下流ポートを持つハブは必ずセルフパワードでなければならない。USB2.0 規格に対応した USB ハブは USB2.0 において導入されたハイスピード転送のための速度変換機能を持っている。上流とハイスピードで接続され、下流ポートにフルスピードあるいはロースピードで、 通信しているデバイスを持つ場合においてフルロースピード通信を USB ハブ内で一旦バッファーリングしてから改めてハイスピードで送信する機能である。この変換を実行する部分を TT と呼んでいる。この TT をハブ全体で一つだけ持つある時点で一つのポートだけをバッファーリングできるハブと複数あるハブの2種類がある。前者はシングル TT、後者は マルティプル TT と呼ばれる。この二つは、ハブからホストに通知されるディスクリプタで判別することができる。USB ハブはそれ自体が一つの USB デバイスであり、USB アドレスを持つ。これは、イーサネットのハブがネットワーク上のノードとみなされないことと対照的である。したがって、ハブについてもドライバが必要であるが、USB に対応したシステムでは、ほとんどの場合、 ハブのドライバを備えているため、利用者が意識する必要はない。USB ホストコントローラは、ルートハブと呼ばれる、ハブ相当の回路を内蔵し、通常複数 C では、通常2個のポートを取り出せるようになっている。USB デバイスの中には、ハブを内蔵したものがある。このようなデバイスを、コンパウンドデバイスと呼ぶ。コンパウンドデバイスでは、デバイス部分は、 内部的にハブの元に接続される形になっている。例として、2ポートのハブを内蔵した USB キーボードの場合、内部的には3ポートのハブと、そのうち1つのポートに接続されたキーボードの組み合わせとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。